あるメーカーの社長は、私どもは、進出以来大体5年半ぐらいになりますけれども、今後の計画としては倉庫管理並びに外注管理をコンピューターを導入してより近代的に管理していきたいとこう思っております。その理由は何といっても我々の産業は非常にコストが安くて部品数が多い、そういうその特殊性がございますから、部品を上手にコントロールするということが企業の収益を上げることに非常に関係があるわけでございますね。私どもはその他に、次のビジョンとしては研究部のさらに充実を図っていきたいと。これはおもちゃ産業は売れるものを作らない限り絶対ありえないという宿命がございます。したがって、売れるものを作り出すと、そのためには研究部の充実は最も大切なことだとこういうふうに考えております。その他これからも幹部の教育には特に力を注いでいかなければならないと思っておりますので、これももうかれこれ 3,4 年前から毎週2回、ゼミナーをずっとやっておりまして、この面でも少しずつではございますけれども、それが実ってきております。こういうことを今後も続けていきたいと思っております。世界中の子どもたちを笑顔で結ぶ日本のおもちゃ、それがフロンティアスピリットを持って頑張っているこのおもちゃの町から生まれ、今玩具団地は世界のおもちゃ界が脅威を持って見守っている。それはおもちゃ生産で秘密第一主義を取る中小企業が団結し、おもちゃを共同で開発し製作しようとしていることである。生産の合理化、若いスタッフの養成に全力を挙げつつ、生活環境を素晴らしいものとするために頑張っているおもちゃの町、この玩具団地は我々の未来をバラ色に包みながら、中小企業の進む一つの方向を示す。そしておもちゃは我々に様々な夢と希望を与えてくれるの。